はい、今回は数日前からねスタートしたタイムセール祭り、アマゾンので、ちょっとね購入したいものがあるっていうお話をね前回動画であげたんですけれど、その商品実際に購入しましたので、まあね、その購入した商品のお話だったりとかね、その自分が購入した商品、こちらをねちょっと購入検討してる方向けに、自分がねなぜここで購入したのかみたいなねところに関して雑談していこうと思います。はい、でまあね、もう画面の方に映ってしまっているんですけれど、今回自分がね購入した商品っていうのがこちらになります。こちらね GDP Win 2ですね、こちらになります。どんなものかっていうと、まあ、あのものすごい変わったノートパソコンって言っていいと思います。これが種類がね何に当たるのかちょっと微妙なんだけど、ノートパソコンでいいんだよね多分。うん、モバイルパソコン、うん、なんかまあいろいろな言い方はあるかもしれないんですけど、まあノートパソコンの分類なんじゃないかな多分っていうものになります。 GPD Win 2ね、かなりね変わった感じだと思います。見た感じね、もうかなり変わっていて、まあコントローラーがついてるっていうね、コントローラーがついていてキーボードついている。で大きさとしてもなんかね、まあ 3DSLL の大きちょっと大きくした感じみたいなになるようなんですけれど、まだ実際ね手元で持っていないんで大きさ自体は完全には分かんないんですけれど、まあ一応ね動画等も上がってる方がいたりとかして見ていると、まあそんな感じのものになります。で一応ね扱いとしてはゲーミングパソコンになります。ゲーミングパソコンっていうとね、基本的にはスペックが高いパソコンをゲーミング、まあグラボとかが入ってるものねに関してゲーミングパソコンって呼び方をすると思うんですけれど、このねパソコンに関してはグラボ等々は入っていません。ただもうなんかゲームに特化したねこれコントローラーがついているので、まあゲーミングパソコンって言われています。なかなか変わってると思います。グラボがついてたりとかしない状態でゲーミング系って言われるパソコンってあんま存在しないと思うんで、まあ、かなりね特殊なものだと思います、その点を考えても。でスペック的にはねグラボを積んでいないプラス、まあねそこまでスペックは高くないです正直。まあ、少なくてもね、ゲーミングって通常呼ばれるものではないレベルのスペックにはなっています。スペックとしてはね、まあ、Windows 10。まあ、大体ね、ここ最近出てるものであれば、ほぼ Windows 10だと思うんですけれど、Windows 10。で、CPU がね、Core M3 ってものになります。まあ、Core i シリーズっていうのがね、まあまあ上位にあるんで、まあ、それより下のやつにはなるんですけれど、まあ、見ていただければ分かる通りね、モバイル性をある程度追求していて、まあ、発熱を抑えたかったりとか省エネを関係をねちょっと上げたかったりすると思います。なので、まあ、やっぱ省エネに強いね M3 の辺を当ててきたのかなって。もっとね省エネモデルもあるんだけど、まあ、バランスなんでしょうね。これ以上スペック CPU 下げちゃうとゲームっていう部分ね、ゲームができるよって売りにしてるのにゲームがろくにできない。でこれ以上高くしちゃうと、まあ、ゲーミングって言っててこうモバイル性強くしたのに、まあ、あの電池持ちがね全然持たないみたいな、まあ、その際どいラインで、まあ、M3 あたりを選んできたんだと思います。まあ、正直ねこれもうちょっとスペック CPU 高いものにして、まあ、同じくらい持てばねいいなと思うんだけど、今の技術だときついのかもしれないですねっていう感じで、まあ、あとタッチパネル対応で、メモリが8ギガですね。まあ、8ギガあれば、まあまあ大丈夫でしょう、基本的にね。まあ、欲をかけば16とか欲しいとは思うんですけれど、まあ、そもそもの部分でね、CPU もそこまで高いレベルじゃないんで、まあ、8ギガで、どっちにしろ落ち着くんじゃないかなって感じ。で、SSD が128になります。で、まあ、この辺に関してもね、やっぱゲームっていうのを意識して、SSD にしてるんだと思います。まあ、余分にね、あとは多分スロットがついてるんで、なんだろうね、何のやつがついてるのかな、マイクロ SD とか多分なんかついてたはずなんで、まあその辺でね追加で使って、128に関しては多分ゲームそのものを、まあ、そこに入れてみたいな、起動をね多分爆速にして、まあ後のね余分なデータに関しては基本的に別の部分にアップするみたいな感じで多分使うことになると思います。もうね今時のゲームで言うとね、128だと、まあこれ128って言っても多分 Windows の分とかもね当然なんですけど含まれての128なので、OS の部分含まれてる128なんで、実際はね、全然そこまで使えない状況だと思うんで、まあ本当ね、ゲーム数本入れてしまったら最近のゲームと重たいんで、いっぱいになってしまうのかなっていう、下手したらなってしまうんで、まあうまくね、いかにどうやって他の部分に、まあ、データを残しながら、その128をね、一番いい部分の SSD を使うのかっていうのも、まあ今後ね、使ってる最中にいろいろ考えながらとか、まあ逃がし方とかもね、まあ動画で説明できたらいいなとか思っています。っていう感じ。で、あとはまあまあオリジナル特典としてね、まあオリジナル特典として、なんかあの、アダプターとかね、タイプ C のケーブルだったりとか、ハードポーチ、スリムハードポーチ、いいね。あの、
モバイル性がね、強いものなので、まあ、持ち運びしたくなることも多いと思いますんで、まあ、こういうね、ポーチとかついてるとありがたいですね。あとは強化ガラスと説明書、オリジナルマニュアルとかみたいなのがね、ついてくるようです。で、まあ、お値段ね、85,500円で今回ね、購入しました。タイムセール中にね、宣言通り購入したんだけど、まあ、ちょっと悲しいかなね。まあ、タイムセール、いいとこ悪いとこだよね。タイムセールなので、中なので、自分の場合は 3% ポイントがバックされます。で、まあだから2000円ちょいね、ポイントバックされる。まあそれはありがたいです。嬉しいね、ポイントつくのは。まあもともとないものがつくんで嬉しいんですけれど、まあなんだろうな、ちょっとね、セコス発言みたいな感じで、これ自分チェックした時は83,000いくらだったんですよね、正直。で、タイムセール始まるから、ちょタイムセール中に狙って買うわ、みたいな話してたんですけれど、タイムセール始まったら値上げしました。まあこれはね、まあどうなんでしょうね。タイムセールだから売れるから値段を上げたのか、まあその辺は実際にね、輸入価格等々が上がったり、為替の問題とかで仕方なく上げたのか、うん、タイムセール中、タイムセールが始まったから値段上げたのか、まあ、みたいなね。ちょっとね、悲しくはなったんですけど、ここで購入しました。ただね、自分85,500円で購入しましたが、実際はこれ以上ね、もうちょっと安く買うことができます。まあ、ここからはGPD-Win2、これをね、購入、考えてる方向けの動画にはなっちゃうんですけれど、実際はね、こういう感じで Amazon でも81,800円かな、これが最安で出ています。81,800円で、物自体は全く一緒です。で、多分特典等ともほぼ一緒だと思います。で、じゃあね、なんで81,800円、まあ3,500円、4,000円近くね、値段が違うんだから、まあ、同じものだったらね、こっちその安い方買った方がいいじゃんっていう方多くいると思います。自分もね、すげえ悩んだ。4000円バカになんねえなーと思って、まあ、ぶっちゃけね、この8万円台出すんだったら、あと少しね、追加すれば、正直かなりまともに使うことができる、Windows 系のパソコンっていうのが購入できます。今、ちょっとね、自分が他で考えてたやつだと、グラボ積んでるね、まあ、グラボつっても1050とかね、まあ、その、あんまし高いものではないんだけど、一応グラボとかも載っているもので、10万円くらいで出てるものもあって、うわ、こっちの、これが本当のゲーミングパソコンだよな、みたいな。まあ、正直、このパッドとかがあるのがちょっと楽しくてこれにしたんですけど、まあ、普通にね、ゲームパッドなんて数千円で買えるしね、それ買って使えば明らかにね、やっぱスペックが高い Core i5 とかね、7のものが積んであって、グラボも乗っている、でメモリーも8同じように入っているっていう考えると、確実にそっちの方がね、まあ、ゲーミングっていう部分であれば使えるものになってくるんで、まあ、すげえ悩んだんですけど、やっぱね、あんま人が使ってないやつの方が楽しいなって、動画も作ってるんでね、こっちにしたんですけどっていうのもあって、まあ、このね、4000円ぐらいはでかく買ったんですけど、まあ、自分のね、決め手にはなるんですけれど、こちら、というかまあ、ここの、自分がね、探した限りでは、ここのサイト様、まあ、会社さんが全部違うんですけど、売ってる会社が、ここの会社さん以外、85,500円で売ってる会社さん以外は、国際サポートみたいのになってたんですよね。まあ、正確に言うと、まあ、ここに見ればね、ちょっと出てくるんですけど、正確に言うと、国内サポートはついています。どこで買っても。どこで買ってもかわかんないけど、基本的に自分が見た Amazon のものとかでは、国内サポートはついてるんですけど、ここだけは国内の修理してます。国内修理サポートがついてます、ここ。で、他のところはどうなってるかっていうと、国内で引き受けてくれます。自分でわざわざこれ、海外のね、会社さんなんですけれど、わざわざ自分でその海外のね、サポートに連絡して、まあよくわかんない言葉、まあ中国語とか英語とかなんかわかんないですけど、使って対処して、で、送り返してみたいなのをやんなきゃいけなくなります。なるっていうのが、まあ、多分直輸入とかで買っちゃうとなっちゃうのかなとなるんですけど、まあ、日本のね、正規店であれば基本的には日本のサポートセンターが対応してくれて、サポートセンターが引き受けてくれて1回で、そこからまあ海外のね、工場に送って、でそこで修理が終わって戻ってくるみたいな形になるようで、まあ、ここにも記載されてるんだけどね、国際保証では返送までに1ヶ月から2ヶ月のお時間をいただきます、お時間かかりますって記載されてますのようです。要は日本のサポートはあるんですけれど、修理に関しては基本的には海外でやるっていうのがほとんどの会社様で、先ほどの4000円安い会社さんもそういう風になってました。国内サポートって書いてあるんだけど、よくよく見ると国内でサポートした後に海外に送って返送になりますっていうのが書いてありました。ということでなんですけど、ここのね、会社さんは国内で保証してくれるようです、そのままね。で、国内で修理してくれて送り返すので、まあね、下の方に行ったら出てくるのかな、先ほど言ったように海外に送っちゃうと、まあこうね、1、2ヶ月、まあ中国で修理らしいんですけどね、海外修理ってなってるんだけど、ここは
3日から7日で、要は国内で修理して送り返してくれます。まあ、ここでかいなと思って、まあ、ただでさえね、まあ、あのちょっと心配な商品ですね。まあ、のレビュー等といろいろ見ていたら、なんかすごいいい商品ではあるんだけど、なんか壊れてしまったみたいな話結構書いてあって、1ヶ月で電源入らなくなったとか、なんか1ヶ月で不具合が出たみたいなのを書いてる方がいて、ちょっと心配はある商品だったので、まあ、あのせっかくねいい値段で買うんだから、ちょっと堪能したいし、動画にもいっぱい撮りたいと思ってるんで、まあ、すぐに壊れてしまったらもう嫌だし、もし壊れてしまったとしてもさすがに 1,2 ヶ月待つの嫌だなみたいな、うん、ところがあって、まあ、そういう保険部分も含めて、まあ、4,000 円だったら安心買うかと思って、自分はこのちょっと高いんだけど 85,500 円のところで購入しました。ここはねちょっとあの GPD Win2 ね、購入する方、購入検討されている方はチェックした方がいいと思います。一応他のところでもちゃんと保証はしてくれたりとか、あと会社によっては初期不良に関しては日本対応してくれるみたいなところもあります。でそれが初期不良も海外対応しかしてくれないところとか、まあいろいろあるんで、まあその辺はねしっかり見た方がいいと思います。あと大手さんでもこれ扱ってます、 GPD Win。 ただ大手さんのやつは全然説明文が書いてありません、保証に関する。なので実際問い合わせとかしたらもうちょっといい対応してくれるかもしれないです。あのやっぱ大手さんは大手さんなりのいい対応があるかもしれないんですけど、実際記載がないんで、ちょっともうそこまで調べるのがめんどくさかったんで正直。まあで見た感じだと多分こういうふうに、多分そういうふうに国内保証とかついてんなら多分書いてくれてると思うんで、書いてない時点でほぼないと思って、まあ自分はね唯一探した中では国内で保証修理までしてくれるね、このこちらの会社を選択してみました。ちょっと高くなっちゃったけどね。はい。まあただね、先ほど言った通り、まあ、あの普通のね国際保証みたいなのがついてる会社さんなら、先ほど言ったように Amazon も 81,800 円からあるし、まあヤフオクとかね他のところを見てもちらほら出ていました。なのでまあそういうところで購入するのもありかもしれないんですけど、個人的にはあんまりねメジャーではない端末に関しては基本的には正規品を新品で購入するのをお勧めします。まあ高いんでね、微妙な部分はあるんですけど、保証がないものをね、まあ1割2割わかんないけど安く買えたとしても、すぐに壊れてしまったらそれは全然意味がないかなみたいな、まあもちろんね運よくいいものに当たったらねラッキーみたいな感じだとは思うんですけれどね、っていう感じで今回、まあ、85,500円出して新しいねノートパソコン、モバイルパソコンかなを購入したってお話させてもらいました。まあ、今年に関してはね、まあ、まともなノートパソコンっていうのパソコン系は買っていなかったんで、今まで毎年ね何らかのパソコン等々を購入していたので、まあ、今年もねなんだかんだ言ってね購入しました。一応まともなパソコンでいいでしょう。一応ねっていうとね、あの自分の動画過去から見てくれてる方だと、お前これ買ったじゃんみたいなね、これ何かわかるかな、ドンキパソコンになります。ドンキのパソコン、ドンキ PC ですね、2万円で買ったやつですね、っていうのを買ったんだけど、もうね本当放置されていて全く使ってません。まあ、これに関してもねもうちょっとだけ動画撮りたいなとは思っているんですけれど、まあそんな感じで、これね多分一応ねなんかね水曜日らしいです。今今日が日曜日なんで、普通Amazon のプライム商品って翌日には届くんですけれど、なんだろうねこの商品が特殊なのかわかんないんですけれど、残念ながら届くのが3日後になります。水曜日ね、月か水曜日に届くことになっています。本当はね月曜日とかに届いても即ねもうこの店主のままねいろいろやりたかったんですけれど、まあそんな感じで水曜日に届きますので、届いたらねもちろん開封動画やってから、まあまああの触ってサワサワしたね動画いろいろ実験等々もやっていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントいただければ嬉しいです。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。